レオナールド・ブラーメルはオランダの画家である。風俗画や宗教、神話を題材にした絵画を描いた。夜の場面を描くことが得意で、イタリアではレオナルド・デラ・ノッテと呼ばれた。デリフトで生まれた。18歳になった1614年からデリフトを出て、フランスのアラス、アミアン、パリ、マルセイユ、ジェノアなどに滞在しながら1616 16年のローマに移った。 ローマで活動するオランダやフランドル出身の画家たちのグループベントボーイクルスを形成した最初の一人でオランダのゴーダ出身の画家バウター・クラベトと一緒に暮らしレイワルデン出身の画家ウィブランドでヘイストと親しい、友人であった1627年までローマを主な活動場所としマントバやベネツヤも訪れイタリアの画家ドメニコ・フェッチと活動した イタリアでは夜の場面を描くことが得意なために、レオナルド・デラ・ノッテとあだなされた。1628年にローマを去って、1629年にデリフトに戻った。デリフトの画家組合に入会し、1629年に民兵組織に加わった。デリフトではオラニエ公、フレデリック・ヘンドリックを含むオラニエ家の人々や、デリフトの名士から絵の注文を受けた。 タペストリーのデザインもし、知事皇帝などの壁画も描いた。1648年から再びローマで働いた。有名なが家、ヨハネス・フェルメールとの結婚に反対する結婚相手の家族を説得し、結婚率改人を務めたことなどから、フェルメールがブラーメルの弟子であったとされることもある。ブラーメルはデリフトで死去した。ありがとうございます。